待たせましたね、バギト。準備をしてきました。念のため新入りさんにも協力を頼みました。構いませんか？もちろんだとも。頼りにしているよ。うむ、それでは状況を説明するとしよう。実はちょっとした事故が起きてしまったのだ。事故？合体のですか？そうだ。合体の最中に予期せぬ悪魔が出現し逃走した。もちろん普段はこのようなこと決して起こり得ない。だが今回は実験のために特殊な合体を試していてね。それがいけなかった。現れたのはアティス。自らを虚勢せし狂える神。そう、君が D2 となるきっかけとなった悪魔だ。そして君と私が出会うきっかけとなった悪魔でもある。覚えているだろう、ジュンユ。当然です。忘れるはずがありません。あの時も私たち二人でアティスを追いました。そう、私たちは過去に二人でアティスを討伐したことがある。ジュンユンの故郷である台湾でね。懐かしい話です。あの時もこんな風に。と昔話に興じている暇はないようだね。この気配、アーティスのお出ましだ。あるいは私たちに反応したのかな。ついがとうば、準備はいいかね？もちろんです。さあ行きますよ。準備完了、行くよ。なんだこの化け物は。いけない、人が襲われている。いいだろう、この拳が化け物にも通じるかどうか確かめてみようじゃないか。おい化け物、貴様の相手はこの俺だ。ひねり潰してやる。かかってこい。逃げられましたね。相変わらず神出鬼没だ。簡単に型をつけられると思わない方が良さそうだ。あの時もそうでした。追跡しては倒し、また逃げられる。何度も戦いました。ああそうだったな。なあ知っているかな、ジュンユンは初めてアティスと戦った際素手で撃退したのだよ。私は格闘家ですからね、とても強いのです。悪魔に素手で勝った人間など後にも先にも彼だけではないかな。その場に居合わせた私も目を疑ったよ。狂気の沙汰だ。もちろん彼に D2 適性があったからこそできたことだが、その時彼はまだ D2 ではなかったのだからね。普通は恐ろしくて戦いを挑もうなどとは考えない。もちろん怖かったですよ。
悪魔をこの目で見たのはあれが初めてでしたから。ですが、襲われている人々を見て思ったのです。私の大好きな漫画のヒーローたちはこういう時必ずみんなを助けに行きます。私が格闘技を学び技を磨いてきたのはこの時のためだと、そう思いました。分かったかね、純勇はこういうやつなのさ。だから私は彼をリベレイターズに誘ったというわけだ。さあ、昔話はこれくらいにして、奴を探そう。奴は狂える神、人々を襲い出す前に滅ぼさなければ。